皆さんこんにちは、ガジログです。今回は OPPO Find N2 フリップが発表されましたので、スペック解説の方を行っていきたいと思います。まだ中国国内でのみ発表になっていますので、今表示していますウェブサイトは中国語表記になっています。このテキストが画像化されていまして Google 翻訳できませんでした。ですので別の形で翻訳したものをこれをね読み上げていくっていうような形になりますのでね、どうぞね最後までご覧いただければと思います。というわけで OPPO China の公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。というわけでまず最初に出ていますのが OPPO Find N2 フリップとありますけども、軽量で使いやすく再利用する価値がありますと出ています。そして次にですね、ここにありますけどポケットの折りたたみのデザインですよと出ていますね。これは新しい外観ですとあります。 OPPO のポケットの小さな折りたたみ式の携帯電話です。エレガントな開閉のすべてがハードコアテクノロジーでいっぱいですよとありますね。そしてカラーリングはこのゴールド、そしてパープルですね。で最後にブラックと3色展開になっています。続いてこちらは小さな折り目には任意のウィンドウの大文字のファッションがありますと出ています。任意のウィンドウっていうことはね、こちらの画面のことを言っていると思いますけども、この画面上に好きな画面を表示することができるということになります。この画面は 3.26 インチの縦型の大型外部スクリーンというふうになっていて、シームレスに様々な情報を表示することが可能になっています。めちゃめちゃでかいですね。ここのサイズの半分以上ありますので視認性というのはめちゃめちゃ高いですね。そしてこちらはこの外部画面で便利な返信ができますよとありますね。この画面上に今なんかメッセージが来ているわけですが、この画面上ですぐに返信ができますよと出ています。電話を閉じて簡単にチャット可能ですとあります。この AnyWindow っていうね名前のようなんですけども、情報を素早く閲覧できるだけでなく、顔文字やまたフレーズ、また音声テキストで素早く返信し、いつでも重要な情報に応答することができるというふうに出ています。いいですね。フリップの一つ煩わしいところは開けるっていうことになりますが、逆に言えばねそれが大きな特徴になっているんですけども、開けなくてもここである程度の操作ができるっていうのは本当にこのフリップのね弱点を克服してるんじゃないかなと思います。そしてこちらのページになりますと、外付けスクリーンのスマートカードとありますけど、先ほどのこちらの画面に表示させる情報を選ぶことができるということです。ここに書いてありますけど、例えば電話に出たり天気をねこういったように確認することができたり、日刊誌を読んだり、テキスト系のものを読む、またはその他の操作は全てワンタッチででき、クイック写真や便利なカードスワイプも簡単に実現することができますよと出ています。この画面は写真を撮るための操作パネルになっていますし、こちらはスケジュールの予定になっていますし、こちらはですね OPPO ENCO X2 とありますけどワイルスイヤホンの操作画面になっています。加えてですね、インタラクティブなペットの壁紙、毎回画面を明るくし毎回驚きますよと出ていますね。この5つの外部のスクリーンペットとありますけど、これは様々な状態でしかもインタラクティブに驚きと楽しさに満ちていますよと出ています。同時にシステムはこれを自風壁紙になっていまして、携帯電話で自分で装飾することができますよと出ていますが、この5種類のペットをね、まあ、飼うという感じなんでしょうかね。日本で言うならばポストペット、もしくはタマゴッチみたいなね感じなんでしょうかね。全然違ったらすいません。次にですねカメラの情報になります。マルチアングルのフリーホバリングとあります。それらが写真撮影の新たな可能性を切り開きますよと出ています。この外側についているカメラの画素数になりますが5000万画素になっていて、超鮮明な外付けの画面セルフィーと出ています。そしてこれからの撮影の新しい地平が開かれます。 Find N2 フリップを使用して高画質の背面にありますカメラを使ってセルフィーを簡単に撮影することができますと。今までのセルフィーと全然違いますよと出ていますね。確かにそうですね。これ一旦置いて撮影することが可能になりますので、これが新しいセルフィー自撮り撮影になりますよということだと思います。鮮明な画質が撮れますよと出ていますね。そして大人数で撮影して集合写真撮れますよという風にも出ていますし、フレーム内に全員収まりますよということで広角カメラにもなっているようです。そしてこちらの情報はホバー撮影
影と書いてありますね。思いのままマルチアングル撮影ができますとあります。ホバー撮影というのはいわゆるこの形になると思います。折りたたみですので L 字の形にして自分で持たなくてもね、いろんな向きで撮影することができるってことですね。こういったスタイルで撮影することによって複数人で撮影したり、ペットを同じフレームに簡単に収めたグループ写真を撮ることができるわけですね。こういった写真も撮れますし、またジェスチャーで写真を撮ることもできるようです。両手が自由になるために画像を再生するための新しい方法が開かれるっていうことです。確かにそうですね。こういったスタイルになりますと様々なスタイルで撮影ができるっていうのもいいですね。そしてカメラのイメージセンサーの情報になりますけど、このカメラはなんとハッセルブラッドの監修というふうになっています。メインセンサーは先ほどお伝えしましたように5000万画素のスーパークリアメインカメラになっています。また超広角カメラとして800万画素のカメラもついています。またフロントのカメラに関しましては3200万画素になっている、結構大きめのね画素数になっています。そしてこのイメージセンサーのチップとしてマリシリコン X っていうのが採用されています。自社開発の画像専用の NPU チップになっているということですね。この辺のイメージ画像を見てみますとハンディカムのような撮影スタイルですね。そして外側にも捉えてる側のプレビューができているっていうのもね、ちょっとこう昔にも戻りつつ新しいなという感じはします。そして写真の撮影イメージになりますけど、これポートレートモードになっています。自然なボケ見が体験できますし、また透明感のある繊細な肌色を撮影することができるということです。そしてこちらの写真に関しましては自然な色を簡単にコントロールすることができますよとありますが、ハッセルブラッドのプロフェッショナルモードということになっていますが、かなり印象的な写真になっています。そしてこちらの写真に関しましてはハッセルブラッド X パンモードの伝説が蘇ると出ていますけども、置いてある状態で自分を撮りつつ外側のカメラで背景を撮りつつ、そしてもう一枚ねちょっと別の写真を撮ってるってことなんですけど、まあ、こういった写真も撮れますよということでアーティスティックな写真に仕上がっています。そしてこちらの画面はフラッグシップ体験と書いてあります。リフレッシュレートになりますが 120Hz に対応しているってことで没入感はさらに一歩先に行きますよと出ています。そして色域に関しましては P3 対応になっていますね。そしてマルチブライトネスカラーキャリブレーション対応、また UTG の超薄型のフレキシブルガラスを採用しています。加えてナノ AR 反射防止コーティングもついています。そして輝度になりますが1600ニットに対応しているってことですね。であくまでもピーク輝度になっていますが結構明るいですよね。そしてヒンジの情報ですね。ここは折りたたみのもう一番要になっている部分になると思います。これはですね超軽量のソリッドセイコー垂直ヒンジと出ていますけども、革新的なドロップヒンジの形状がアップグレードされ航空グレードの素材により小さなヒンジが軽量化とスペースの節約に十分な強度を確保していますと。そして超薄型ボディと大型バッテリーの搭載が可能になりましたよと出ています。開くときには超薄型コンパクトになります。オールインワン設計ですよとありますし、そして航空宇宙グレードの超強靭な合金が採用されてますよというふうに出ています。加えてですねここも重要になりますが、革新的な水滴ヒンジシームレスに折りたたんで閉じるとありますけど防水構造にもなっているということですね。ここも重要ですよね。そして気になるバッテリーの情報になりますけども、小型折りたたみ式バッテリーの寿命の新しい基準になりますよと出ています。安心のバッテリー寿命 4300mAh の容量になっています。また充電速度に関しましては 44W のスーパーフラッシュ充電に対応、そして最大1日強の長時間持続するバッテリー寿命によって小型の折りたたみ式バッテリーの寿命の新しい基準が確立されましたよと出ています。このサイズで 4300mAh のバッテリーというのはちょっと脅威ですね。なぜかというとこのサイズに入るバッテリーは多分今まであんまなかったと思いますので2つに分けているんじゃないかなと推測されます。そしてですね SOC チップになりますけども4ナノメートルチップになりますね。エネルギー効率に優れたフラッグシップ級のチップになっています。搭載されているブランドはメディアテック製のディメンシティ9000プラスになっていますね。フラッグシップパフォーマンスバッテリー寿命が長いですよと出ています。 CPU のクロック数は 3.2GHz
そして通信の最大下りの速度は 4.67Gbps になっています。そしてデュアルシムに対応した 5G 対応になっています。信号は常に強力ですよとありますね。そしてさらにここの写真を見ていますと OPPO 製のマリシリコン X がね搭載されていることもよくわかります。その他の機能としましてはスマートカードホルダーというものがありまして OPPO のウォレットを使用しますと携帯電話がアクセスカードや車のキーですね、この写真にありますけど、また交通カードですね、日本でいうとこのスイカとかねパスモみたいな、そういった機能も持たせているようです。この NFC のオープンとクローズの自由なスワイプがありまして、折りたたまれた形で360度ねどの方向でも使用することができるため、より包括的な通信体験が得られますよと出ています。いやーすごいですね。折りたたまれたままこういったね近づけて機能を果たすことができますので、使い勝手がかなりいいんじゃないかなと思います。最後に内容物になります。本体とそしてね最初から保護ケースが入っています。これはありがたいですよね。そして充電器と USB ケーブル、 SIM ピン、その他のクイックスタートガイドとかね保証関連の用紙が入っているようです。そして最後にですね、ちょうどバッテリーのところで触れましたが、ここのね12番のところを見てみますと、やはりそうですね、合計で 4300mAh っていうことなんですけども、どっちかに 3110mAh のバッテリー、そしてもう片方に 1190mAh のバッテリーが積まれていて、合計で 4300mAh のバッテリー容量っていうことになっているようです。いや2つに分かれてきたわけですね、すごいですね。そしてもう一つね、ここも重要になります。折りたたみ式の宿命になりますが、ヒンジがどれぐらい持つかってことになりますけども、ここに出ていますのは1日あたり100回開閉した場合ですね、開けたり開いたりした場合になりますけど、10年間で36万5千回の開閉をシミュレートした環境を指しますよと出ています。そしてここの部分を見てみますと、21万6千回開閉した場合良好なレベルを維持しますと出ていますので、どうなんでしょうかね。10年間おそらく使うことはないと思いますので、ただ1日100回以上は開くかなという気もします。ですのでこの半分ぐらいを見ておくと、まあ20万弱ということなんですが、どうなんでしょうかね。まあヒンジに関しましては問題ないのかなと思います。10年間も実質ね使うことはなかなかないと思いますので、多分許容範囲じゃないかなと思います。最後にねちょっと値段の方を確認してみたいと思います。 OPPO の公式サイトの価格にはなりますけども、こちらは最小構成の 8GB のメモリーに対してストレージが 256GB になっていますね。価格は5999元になっていますが、1元を日本円で今20円ぐらいで換算しますので約12万円ということになりますね。こうしたスペックに関しては言えば結構安いのかなという気はします。 Galaxy の折りたたみとほぼ同等価格帯に当ててきたのかなという感じがしますね。今後ねこういった折りたたみモデルどんどん増えてくると思いますので、この近い将来ね他社もねどんどん頑張って出してきてほしいなと思いました。はい、というわけでちょっとなかなか中国語ですのでお伝えしきれない情報も多分あると思います。知りたい情報も他にあると思いますけど、なかなか翻訳しきれていませんので、そのあたりご了承いただければと思います。というわけで今回 OPPO Find N2 Flip についてご紹介しました。日本上陸ねしてくれたら本当爆売れするんじゃないかなという気がします。来年あたりに日本上陸することを期待したいと思います。そして価格の面でもね手頃な価格で購入できれば本当結構売れるんじゃないかなという気がしますので、ぜひ OPPO の日本法人になっていますオーガジャパンさんに本当に頑張ってほしいなと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。